はい、スタートから8時間30分経ちました。七つ小屋山から本日のお宿よもぎヒュッテに向けてスタートします。ヤマップのコースタイムだと40分プラス20分でだいたい1時間なので、だいたい16時前ぐらいには着くかなという感じでございます。ここからはもう登りが多分ないので気楽に行けるかなと。湿原だね。本当だ、ミニ池塘があります。塔ってなんだところでちょっと登るやん、ちょっと登りあるやん。さあ、この気持ちいい稜線歩き、七つ小屋山からよもぎヒュッテに向かってるんですけど、一向によもぎヒュッテが見えないっていうこの不安感どこにあるんだろうね。本当にここから七つ小屋山からだいたい1時間ぐらいらしいんですけど、全然ここから見えないですよね。しばらく歩いてるんだけどまだまだ見えない。どこに隠れているのか、果たしてあるのか、本当に本当に果たしてあるのかっていうのがね、不安になってきました。で、この谷川馬蹄形縦走は見学の人は本当に日帰りしたりトレランのトレーニングとかする人は1日で回っちゃうんですけど、まあ1泊2日が推奨されてますと。で、その1泊2日をどうするか、どこで泊まるかっていうところなんですけど、まあ今まで見たところで各所に避難小屋があったりするんですけど、そこを宿泊目的で使っちゃっていいのかどうかっていうのが我々ちょっと不安なところもあって、テント泊とかされてる方もいらっしゃるようなんですが、まあ、そこがちょっと曖昧な感じ。まあ、ビバークと捉えるか、テント泊、闇テント捉えるか、ちょっと曖昧なところで、まあ、いろいろ調べると、なんかやはりテントは張れないような感じで、まあ、グレーゾーンはグレーゾーンなんでしょうが、まあ、私たちはちょっと、不安、その辺も不安なところもあったので、今回は、よもぎヒュッテ、ここは一泊で、宿というかね、まあ、料金ももちろん取られるんですけど、夕飯がついて8000円、一泊2日8000円。で、朝ごはんがついて8500円、夕飯プラス朝ごはんプラスお弁当、お昼のお弁当がついて9000円だったので、まあ、どうせならということで、お弁当付きの9000円にしてみました。で、今回そこにね今向かっているんですけど、そこは全然見当たらないっていうね。なかったらどうしようね、はい、ね頑張ってペダルかエスケープルートであることを信じて歩き続けたいと思います。やっと何かが来た。しんど。よもぎ峠稜線トレイル、これ欲しいなね。よもぎ峠まであと 0.6 キロ、もうちょっとだ。やったー。で、分岐なんだね、1544分岐。なんかあっちの稜線も綺麗ね。獅子小屋の頭、すごい綺麗。いろいろあるね、いいとこのが。アルプスだけじゃないんだよ山は。行きましょうか。あった？よかった。よかった。いや、見えてきた。はい、15時35分ですね。無事よもぎヒュッテ着きました。やったぞ。で、小屋の方が先にお水汲んできた方がいいですよってことなので、なんか小屋から30分ぐらい、往復30分ぐらいで水場があるということなので、ちょっと水を汲みに行きます。
チョコ帰っちゃうわけじゃない、俺のザックに盗まれちゃうわけじゃない。ちょっと動画撮るの忘れちゃったんですけど、水場まで行きました。だいぶ下ったっすね。かなり下って、あの山の湧き水というか流れてるところがあって、そこからペットボトル3本水を確保しました。ヨモギヒュッテに向けて登ってきてきました。Every day, his well-known eyes makes me, oh my God, how come I've never felt like this until his kiss, singing, oh my God, oh my God. おはようございます。2日目の朝でございます。時刻が5時8分、まだ日の出前ですね。うっすら明かりが見えるかな。ヨモギヒュッテ後にして早々に出発でございます。で、歩きながら日の出を迎えるかな。ちょっと朝の段階では星が見えてたんですけど隠れちゃいましたね。ガス上がってきちゃうのかな。あ、のんびり気をつけて、ついに谷川岳向けていきたいと思います。この日のために撮っておいた谷川岳、楽しみ。行きます。だんだんね、あっちの空が明るくなってきました。朝焼け、めちゃくちゃ綺麗。で、風もね、穏やかですっごい静かな朝です。ただ、昨日と打って変わって、今日はちょっとガスが多め。残念ながら今から登るブノー岳はちょっと山頂の方はガスがかかっちゃってますね。あっち綺麗だね。めっちゃ綺麗。アホみたいに綺麗だな。ガスってはいるけど、めちゃくちゃ幻想的。なかなかこんな景色は見られないですね。さらにまたシャドウが上がるね。グッと。朝一からきつい。もう減っても必要なさそうなので外しました。ただガスガス、残念ながらガスガス。いやーでも贅沢な稜線歩きだね。 2000m 超えないぐらいのギリの上がったり下がったりの稜線歩き、すっごい楽しい。あ、ここ看板すごい。手書きじゃないね。立派だね。ブノー岳。谷川馬蹄型縦走の5つ目のピーク。ブノー岳到着でございます。今日は残念ながら、こんな感じ。真っ白。真っ白結構でございます。あとは足毛倉、一ノ倉、谷川。残り3つでございます。じゃあ小を休止してスタートしましょう。すごいのがいきなり広がりました。雲が一気にスパーンと晴れて、ブノー岳山頂からの眺めがえぐ、最高のご褒美だね。うわーマジですごい。なんだこれ動けない。うわ本当だこんなに晴れる。うわすごい、何見えてきた。
やりましたやりました、皆さん完全に晴れました。ブナ岳の山頂で晴れを迎えました。やばいね、完璧じゃん。すげえ、あんな真っ白だったのにどこ行っちゃった。すっげえかっこいいよ、下には。やば、感動してるだろうね、今スタートした人ね。すげえ、歩けない、こっからスタートできない最高の朝で、ちょっといつまでたっても進まないので意を決して時刻が6時8分、ブノーだけをスタートします。この景色が素晴らしい、超最高、楽しみながら行きたいと思います。今ね、ブノー岳からぐーっと下って一番暗部に来ました。めちゃくちゃ下りましたね。で、ここからまためちゃくちゃ登ります。で、しげくらに登って、今度はそこの一ノ倉。で、その奥に、谷川岳。ずっと憧れてた谷川馬蹄が、こんないい天気で回れるとは、幸せ者でございます。ああ、登ったね。だいぶ登ってきましたね。朝露で、すごい足が二人ともびっしょびしょ。びっしょびしょでございます。少し朝露の洗礼を受けてしまうコース。絶対テント張った後じゃん。違う？ねえ。あの石の感じが、石の感じがテント張った後。じゃあ登るか。おじいちゃんスタイルで登るのがベストかな。たまに地面見ながら歩いてるおじいちゃんとかいるよね。あー、すげえ登ったじゃん。ね、素晴らしい。振り返るたびに素晴らしいね。しげくらまで、あと最後の登り、あそこに山頂標識っぽいのが見えるので、間違いなくあそこはしげくらだと思われます。で、こっちになんか、降りる道があって、あそこがね、多分しげくらの避難小屋かと思います。結構大きい立派な避難小屋。さっきすれ違った方がいて、その方は、しげくらの避難小屋で一泊されたって言ってましたね。このコース、しげくらだけさえ登ってしまえば、二日目のコースとしては、大きな登りはないのかなと思いますので、ここを踏ん張り時ですね。あ、ベンチがある。着いたぞ。いいね。時刻が7時49分。スタートして2時間半。谷川馬蹄型縦走の6つ目、しげくら岳到着。やった、いよいよ終盤で、実はね、このしげくら岳すごい来たかったんですよ。すごい個人的な理由でめちゃくちゃ来たくて、っていうのはこれ1978、そう1978年生まれです、私今年45のおっさんですが、この生まれ年の標高の山を調べたら、このしげくらがあって、あ、割と谷川近くにあるから谷川行った時には登ろうって決めてたんですけど、で、馬蹄のコースに入っているっていうことも後で知って、まあ、これはもうこの機会に行くしかないということで
念願かなってこの1978シゲクラに来ることができました。やったぞテーマを2つここでクリアするっていうね。やったらちょっと感慨深いな。結構前に知ったんだよ1978あるなって。うわすごいね、ここってこんな景色なんだね。あー本当だ、富士山。あーでここが谷川の渋谷重曹。やばー、この稜線。なるほどね、この手前の稜線を歩いていけば仙ノ倉平峰につながると。いい山頂。じゃあちょっと休んでから向かうわ。すぐ近くで最終部があっちのゴツゴツの谷川岳。近いな、じゃあね終わっちゃうね。ロフェ生まれ年何年だっけ。90年です。90年。1990。後で調べてみるかな。調べて1990。はい、ということで時刻は8時10分。ちょっと来てみたかった1978m 茂倉岳山頂を後にします。で向かうはすぐそこに見える一ノ倉です。でコースタイムは15分ぐらいなのであっという間に着いてしまうかな。でそこから40分だったかな、コースタイム40分で谷川手前がなんだっけ、沖の耳だそうです。だからもう本当にあっという間に終わっちゃう。なんかすげえ切ないね。切ないね。まあちょっと堪能しながらのんびり行きたいと思います。ああ谷川だけかっけー、最高だ。終わってほしくないこのコースが。あっという間だね。ここの区間が一番このコースで短いかなね。茂倉から一ノ倉岳、谷川馬蹄形重曹の7つ目一ノ倉岳到着でございます。やったぞ。ここはあっという間だったね。あっという間ですね。で避難小屋が、ちっちゃい避難小屋が1個ある。この眺望はあまりないけど、ここはサクッといっちゃおうか。よし、ちっちゃドアちっちゃかわいい、はい、じゃあ一ノ倉岳をスタートしていよいよ谷川岳向かいます。終わってしまう、ね、手前がなんだっけ手前が大きいね。まあ、全然覚える気がないから覚えないんだよな。すげえかっこいい、楽しみ。まずは沖の耳行きたいと思います。さあいよいよですね、一ノ倉岳から谷川岳。一旦一ノ倉からすごい下りますね。でここが一ノ倉の絶壁。こうクライマーの方は登られるようですが、信じられない。これ結構下って結構登るね、最後ね。いや楽しみ、谷川だけ。よいしょ、来ました。これ宿で一緒になった人が教えてくれました。覗き怖いよ、立てないよ、ここはここは立てない。ちょっとカメラだけ行ってみようか。おお、すごい、吸い込まれる。気をつけてね。いや見てると怖え見てるとすげえ怖え。
だいぶ近づいてきました。かなり近い。すぐそこですね。谷川岳、沖の耳。もう沖も友も本当覚えられない。どうしよう。ここが谷川岳から千の倉平平に続く稜線。えぐい、ここも歩きたいね。次なるテーマがちょっと今ちらりと。こんなの見せられちゃうね。歩いてみたくなっちゃうね。まずは何より怪我なくバテンをクリアすることだね。すごい、もうすぐ沖の海。いや本当にここら辺からの登りはもうずっとこんな感じの岩場、岩登りゾーンですね。もうすぐそこがいよいよ最後の厚ざめ谷川岳。あ、鳥居が見えてきました。すごい、何ここ。谷川岳ロープウェイ株式会社奥の院。あ、すごいね、あそこに祠がある。へえ。よいしょ。うわ、見えてきた。やったぞ。 People knew her by her will to make it whatever she put her mind to late night hours up the hill。沖の海。やった。到着。時刻は9時42分。スタートから4時間半ぐらい。したいね。谷川バテイケ重曹の最後。沖の海に到着。やった。やったー。初めての谷川です。時刻が9時57分。谷川岳馬蹄型重曹、一応8座全8座クリアでございます。最後が日本百名山の谷川岳で締めるという。で、谷川岳は一応掃除法っていうの、掃除法なので沖の耳と今から行くトマの耳を踏んで初めて、まあ、谷川岳制覇という感じで。正真正銘最後のピーク。刑事国が十字。今バテンの最後、この辺に到着。いや、終わったな。しんどい。ぐるっと一周やった。ということで、じゃあ下山しましょう。ちょっと肩の声合わせて、うん、ちょっと休憩して下山に向かいます。肩の小屋到着。ちょっと休憩して下山に備えます。なんか飲み物の
いや、すごい。すごいすごい。うわ、なんでもあるじゃん。うわ、おにぎり。おにぎり、美味しそう。コーヒー飲みたい。これいいね。でも、ここ制覇して初めて、うん、ここまで行って初めてこの T シャツ着られるんだよ。まだだ。まだダメなんだよ、ここじゃ。よし、時刻が10時37分。片の小屋から下山します。ああ、名残惜しいね。名残惜しいですけど、この西黒尾根から下山していこうと思います。ちょっと今回、実は、ロープウェイがあるから、ロープウェイを使って下ろうかという計画があったんですが、ちょっと、調子いいからね。今日二人とも調子がいいんで、ロープウェイを使わず、日本三大急登の一つ、西黒尾根を使って下山していこうと思います。コースタイムは2時間だっけ ?2 時間から2時間半ぐらいか。なので、まあ、過酷な下山ルートになるとは思うんですが、頑張りたいと思います。いっぱいさすが大人気の谷川岳、ちょうど紅葉シーズンということで、すごい人気ですね。結構大変なんだね、ロープウェイから来るのもね。気軽にロープウェイで行けるっていうイメージがあったけど、結構大変そう。まあ我々は西黒頑張りましょう。ああ、すごい景色。こっちがロープウェイ。Leather jacket on in the snow. Always such a cool guy. New life, new clothes. 日本三大急登の一つ西黒尾根を下ってます。今のところね、結構なシャドウぐいぐい降りてきたんですが、楽しい。結構楽しんでます。アトラクションみたい。すごい。こいつがツルツル滑りますね。これがジャモンガ。ゾウの背中みたいな。雨上がりは絶対歩きたくないね。すごかった。すごい。Every time you drink tequila, you still picture me there dancing in the dark. I bet your heart skips a beat when you see something that reminds you of me. Baby, when you drink tequila, you still picture me there.Beside you in the dark. Yeah, I hope it hits you hard. It feels good to know you want me back. You took me for granted. Now I got the upper hand. The tables have turned. I am not the same girl.ラクダさん、あ、確かにね、ここポコンってなったもんね。ヒトコブラクダが下ったな。すごいね。標高1529だから400ぐらい下った。一気に。でこの辺の紅葉が一番綺麗かな。 1500m ぐらいが。よし、11時52分、ラクダの背を後にします。ちょうどだいたい標高がロープウェイの上り口ぐらい。
ちょい高いぐらいか。さあまだまだ続きます。道具をね頑張ってくれます。でも革新部は終わったかね。ね、樹林帯に入りそうだよね。But what goes around comes back around. You had to learn the hard way. Yeah, I hope that you think of me. See my face in strangers in the street. Every time you drink tequila, you still picture me there dancing in the dark.I bet your heart skips a beat when you see something that reminds you of me. Baby, when you drink tequila, you still picture me there beside you in the dark. Yeah, I hope it hits you hard. Yes. Yes.トゥトゥトゥ、あったぞ。時刻が13時24分、西黒尾根登山口、下山しました。やったぞ。あー疲れた。西黒尾根長長かったなね。めちゃくちゃここは下りがいがあるってことは上りがいもあるね、相当ね。やった。あとは舗装路を歩いて駐車場に向かうだけだ。疲れたな。疲れた。やった、舗装路が落ち着くね。このアスファルト、平らなアスファルトがめちゃくちゃ落ち着く。ね、最高だな。ということで、とりあえず、無事下山してきました。で、今が、西黒根の登山口なんで、ロープウェイ乗り場を経て、経るよね。経て駐車場か。白髪門の登山口駐車場まで、まあ、舗装路を歩いていきたいと思います。それで初めてゴールだね。Why do I end up like this? Waiting by the phone like you'll call me again. I've been down low ever since. めっちゃ悩むやん。こっちなんだよな。正解はこっちなんだよ。残高ないか。すごいね。え、すごいね、ここ。駐車場到着だ。お疲れ様でした。今時刻が何時？ 2 時だね。2時8分だから、よもぎヒュッテを出て9時間か。ちょうど9時間。だから、1日目が9時間半でよもぎヒュッテ。でも本当半分ぐらいなのかな。そうですね。いやー、なかなか歩き応えあったね。疲れましたね。いやでも憧れの、私個人的には憧れの谷川馬蹄系縦走。まあ、すごく達成感のに満ち溢れております、我々。ずっと来たかったからね。そうですね。去年のちょうど今頃に白髪門だけは登ってて、まあ、この急登を味わってたから、うん、まあ良かったよ ね、 そうですね。あの多分知らずに行くとこの白髪門の急登でかなりやられると思うので。で実際あのよもぎヒュッテのご主人も言われてたんですけど、18名
の予約が入ってたらしいんですけど、8名が当日キャンセルされたって言ってたよね、うん、やっぱ白髪門登り切ってやっぱ辛そうなので戻り、ま、あの帰りますとかそういったキャンセルの連絡があるぐらい、まあ、なかなかあそこでへし折られるぐらいの急登だよね本当にまあ自分なんかもね足かなり夜つったりして大変でしたけど、まあ、本当に楽しい2日間で天気にも恵まれてで小屋のご主人も言われたんですけどこの2日間も本当に最高の2日間だと言っていただきました。めちゃくちゃ良かったです。本当にいい景色でしたでもその中で帰りに見た谷川の主脈稜線、谷川岳から平らっぴょうにつながる稜線がまたすごい綺麗なのでまた次なる目標が、ね、発生してしまいました。まあ、またこれはねおいおい、計画を立ててチャレンジしていこうかなと思います。はい、ということで最後までご視聴していただきありがとうございました。また次の山動画でお会いしましょう。バイバイ。